チャイナタウン館民族の一支流である八家の結婚式家教博物館家教とは外国に移住している中国人やその子孫。家教の元の意味は本籍地を離れて異国を流浪する家人の意である。中華人民共和国の中国共産党政府の定義では中国大陸、台湾、香港、マカオ以外の国家、地域に移住しながらも 中国の国籍を持つ漢民族を指す故障とされている。外国籍取得者の歌人に対しても使用されることがある。が、同国の地域として含まれる。日本では俗に中華系のルーツを持ち、中国由来の文化や事業を受け継いでいる。人々のことを広く、華僑と表す場合が多いが、厳密には区分される。また、同様の境遇のインド系の呼び名に対し、陰境がある。 華人と混同される場合があるが、華教と華人は異なる概念である。華教とは二重国籍等の状態によって中華、人民共和国籍を保持したままのもの及び、現地国籍のみを有するもののどちらも含んだ総称であり、華人とは現地国籍のみを有する土着化したものである。華教は第二次世界大戦までその経済基盤からの本国への送金によって、 中華民国の国際収支の重要な要素であった。日本では中華人民共和国、または中華民国の国籍を有する者は、華僑であり、日本国籍を取得した者は、家人とされる。このほか、華僑、家人の子孫を、話すへと呼ぶことがある。在日中国人及び家人を参照華僑はマイノリティながら、同教者で形成されるコミュニティと、これをもとにした。 同業者の集団が出来上がり、現地の経済、政治に大きな影響力を持つことが多い。同業者の集団が出来上がるのは、先行して商売を始めた経営者が同郷の人を雇い、やがては独立して同業を行うことが繰り返されやすいことによる。経済的に実力をつけると政治面でも力を持つようになり、政治面での例として大の王室、 タクシン元首相及びその妹のインダック元首相、リークアンユー元シンガポール首相、コラソンアキノ元フィリピン大統領、ミャンマーのネウィン元首相、テイン・セイン元大統領は、カキの血を引いている。カキは、容易に相手を信頼しない代わり、一旦信頼したらとことに信頼すると言われ、それが彼らの団結力の背景にもなっている。彼らは友人を大切にする。中国語は、 方言の差が大きく、同じ省内でも言葉が通じないことも当たり前で、方言の通じる、出身地が同じ人たちが助け合って、コミュニティを形成することが多い。出身地別では、などが別々に同郷人のコミュニティを形成してきた。出身地の方言のほか、海外居住地域の言語を用いるのが普通であるが、これらに加えて、最近では、北京語や、 英語も広く用いられるようになっている。家境の概念を広く取れば、歴史的に多くの家境が日本にも渡ってきている。現行で捕虜となったが、日本側から許された。南宋人らは、博多の東人町などに居住した。また、明、清における解禁のもとで密貿易を行い財を成した、後期和光の中国人も、歌教の多くと同様に、石膏、福建、日宋貿易、 和公、及び、解禁を参照江戸時代の鎖国政策により、長崎には中国人住居地区である、唐人屋敷が作られた。1635年、江戸幕府は中国商船の入港を長崎一港に制限する措置を取ったが、中国人は長崎市内雑居を許されていた。しかし、密貿易が増加したため、長崎奉行所では、 中国人の居住地区も制限することになり、1688年、長崎郊外にある従前寺教に幕府が所有する、500円の土地で当人屋敷の建設に着手し、翌年完成した。広さは約9400坪に及び、2000人程度の収容能力を持った。周囲は塀と堀で囲まれ、大門の脇には板所が設けられ、出入りが監視されたが、 手島のオランダ人が厳重に監視されたのに比べ、中国人は、比較的自由に出入りが許された。以下の関連記事も参照。在日中国人及び在日台湾人も参照女優法蘭、大貞春現在、日本においても多くの家僑が存在し、主に経済や文化芸能の方面で活躍が見られる。女優の大鳥蘭、野球の大貞春、経済評論家の旧英館。 インスタントラーメンの発明者である、安藤桃福、囲碁の御世源、小説家の陳春心、料理家の周富徳、富る兄弟、歌手のジュディ・ウォング、アグネス・チャン、テレサ・テン、画家の大消費などが有名である。横浜、神戸、長崎には中華街が形成されているほか、横浜、神戸、東京、大阪などに中華学校が存在する。ほか、 神戸家教歴史博物館や横浜家教青年海流指南日本家教家人学会などもある。日本の外国人政策や中国の政治事情の変化から日本に移住する中国人は1970年代後半から急増し20年で4倍以上に増えた。以前から日本に長らく在住する中国人やその子孫を老家教改革開放以後に 日本に移住した中国人を進化教とも呼ぶ。中国秋代には解禁策を発布し民衆による事実上の会場利用制限政策を取ったが、大航海時代到来によるアジア地域の変動や秋代末の混乱等から、民の移民戦と記録に残るほど、東南アジア各地への移民が前世を極めたとされる。年月、中人移民に、 有効政策をとっていたオランダ統治下のジャワにおいて、民末混乱期から続々と流入し増加した華境と、現地住民及び政府との摩擦が発生、華境による暴動が発生し、動乱鎮圧のための華境虐殺などが発生、有効政策下のオランダ総督府との間に遺恨を残すなどの象徴的な事件があった。民は海外の華境暴動等を生還したが、 真の時代になると、人民にして海外にあるものは、党に通じ的に通じる罪、み、残衆に所すと通称上の理由から、海外華経にも厳重に軽視、事実上の移民抑圧政策に移行、それによって渡航する華経の数が減少した。政情が不安定になった20世紀初頭の新末には、海外に逃れる中華人も増加、フランス領インドシナを中心に、主に英領、 インド及び英領マレー、フィリピンなどのあるに植民地地域において農業、漁業、貿易、建築等に従事した。中でもフランス領インドシナにおける華僑は国民党を支持し政治的影響力もあるほどになったとされている。移民先では同居意識が堅固で一定の地域に集団で居住する場合が多く、福建省から移住した中華人は ベトナムの最高やチョロン地区で農産物加工工場などの経営、関東出身の中華人は、同地域で米、材木、石炭、ジャンク製造、重骨、メス機など、主に農産物の輸出に従事するなど、商業においても出身地域による相互協力を構築していった。中国式の寺院、リューレンジ東南アジアにおいても、歴史的経緯から、 日本の中華街と同様に華僑は河南地方出身が多いとされる。もともとは海南島を含む関東省や福建省の出身者が多いが、最近は上海や北京周辺や中華民国の出身者も増加している。全般的に東南アジアの華僑人口は増加しているが、ベトナムとインドネシアの2国は戦乱や現地民との圧力により、 家境が一時に比べ減少している。インドネシアでは1965年の9月30日事件で、特にベトナムからは1975年の中越し、戦争以降、110万人もの家境がベトナム国外に脱出した。しかし、ベトナムの家境人口は現在でも130万人、インドネシアでは1000万人を数え、なお、国内人口の相当部分を占める有力な、 民族集団となっている。マレーシアには、華僑系住民が多数いる。詳細は、マレーシア多民族国家、民族構成を参照体にも華僑は存在している。詳細は、タイの家人を参照。ありがとうございます。